本日は綾南 vs 哲也に巻き込まれた柴優が暴走の末精神崩壊で病院に搬送された件について紹介していきます。柴優の妻である綾南は X にて、今現在ウー君のそばにいるのは私でもなく東海オンエアでもない、この件には全く無関係の人たちです。この人たちに今接近を禁止されていて、私のチーム東海メンバーチームウー君チームの3班に分かれている状態です。今ウー君のそばにいる人たちはウー君を病院送りにしようとしていますが、私はそれは阻止したい。本人の意思としては薬も飲みたくないし病院にも行きたくないと言っていたのは、そばにいる人から人づてで聞いています。確かに病院に行くことが大切なのも理解しています。薬は頼るべき時に頼るものだというのも分かりますけど、一度ちゃんと全員で顔見て話し合わせてほしいと思っています。全員が揃ってウー君の前に現れて何時間もかけて話をすれば今より必ずいい状態になると私はそう信じています。間違っているのでしょうか。昨日私は一人でウー君のいるところに到達しました。ほぼ強行突破で行きました。40分ほど滞在する中で、その時ウー君は私にたくさん物を投げ罵倒しました。ここまで追い詰められてしまっていたことを初めて実感しました。けどそうやって私に物を投げながらもウー君はあーちゃん危ないから逃げてくれと口には出していました。本当に涙が出ました。今ウー君に足りないのは薬じゃなくてウー君の大好きな人からの本気の愛情や友情だと思っています。ウー君は現在携帯を奪われていて一切誰とも連絡が取れません。ウー君班の人たちは私や東海オンエアと接近させないようにしています。これを見てるウー君の班の人たち、どうか私たちの応答に素直に答えてほしい。そんな別々で動いてて何になる。みんなが一つにならないといけないのに何してるんだよ。ウー君が私と過ごしてきた時間や密度をなめないでくれ。これ以上接近を禁止するのはやめてほしい。冷静に全員で話し合いたい。今ウー君が一緒にいる女の人は何を考えているんですか。ウー君を返してくださいと投稿しました。これに対して哲也は、心配をかけてごめんなさい。現在柴優は柴優のことを心から心配して愛知、東京、様々な場所から集まってくれたたくさんの友人知人の絶え間ない献身的なサポートにより現在病院に向かっています。今柴優はすごくすごく頑張っています。外の世界に出るのが本当に怖くて怖くて仕方ないはずなのに、勇気を絞り出して回復の道へ進む決断をしてくれています。僕含め東海オンエアのメンバーやウームスタッフはパニックの原因になりかねないという理由で都市密以外接触できていない状態です。友達たちに頼ることしかできず何も力になれない自分が不甲斐なくて情けなくて仕方がないですが、彼のことを心から慕っている人間が今この瞬間も周りで支えています。そこだけは安心してください。一緒に願っていてください。お願いしますと投稿。そしてメンバーの都市密は、皆さんお騒がせしてごめんなさい。何をお伝えしたらよいか分からず更新ができていませんでした。本日僕は関係各位の皆の力を借りてではありますが、柴優と会って会話することができました。まだやっと直接の会話できただけなので詳しくお知らせできないことをお許しください。心配をしてくれている皆さんに少しでも現状をお知らせしたくての報告となります。もう少し待ってください。もう少し待ってあげてください。よろしくお願いいたしますと投稿。そして柴内夫婦がここまでの精神状態になった原因は過去にあるようで、綾南は X にて、私は何年か前に東海オンエアの動画として投稿されたクイズミリオンエアの動画がこの世に出た瞬間から完全に心が壊れ、彼らを心の底でずっと恨み続けながらもそれでも柴優のために彼らに寄り添う日々が続いていました。それまでの東海オンエア、主に哲也と綾南のネット上での喧嘩はお互い様だろうというレベルの大したことのない喧嘩だったという認識です。ただ私の中にずっとあった違和感としては、彼は綾南のネットリテラシーの低さのみを指摘して怒っているかのように言い張っていますが、そうではなく現実世界で私とウー君が喧嘩してそばにいる哲也やメンバーを巻き込んでしまった際にその場でやり合うのではなく、帰ってから東海オンエアのブログや動画などに公開して綾南はヤバすぎると世間に対して印象操作された認識です。
それに対して私も負けじとネットを使い反論していた記憶です。間違いがあったらすみません。私は彼らの出す動画やブログにネット上で切れたことはありますが、こいつは実は現実世界でこんなヤバいやつだなどというようなことをネットに書いたのはこれが初めてです。もちろんその時の私自身の現実での行動に問題があったことはもちろん自覚していますが、その当時は初めての妊婦生活、初めての岡崎で頼れる人は芝優しかいなかったので、なぜ直接謝って済む形にしてくれなかったのか、動画やブログで言う必要があったのか、ここまで取り返しのつかないくらいネットでの印象を変えられて本当に悔しかった。あなたの言うネットリテラシーって何ですか？と本気で徹夜に聞きたい。そして私の東海オンエアへの恨みに拍車がかかったのは芝優の言動です。夫であるならば自分が犠牲になってでも妊娠中の私をかばったり、徹夜の行動もおかしいぞとせめて一言怒ってほしかった。でも芝優はずっと俺はみんなの味方、みんな喧嘩やめようよという姿勢でした。そういうのが本当に苦手なんだと思います。人と喧嘩して仲直りするとか、自分の意見を強く伝えるとか。だから無意識にメンバーの矛先が自分には向かないように、あやなんを盾にしてメンバーとの予定を断ったり、自分がこう思うからというのはほとんど言わないことにもずっとムカつきがありました。とにかく芝優は出会った瞬間から芝優という仮面をかぶっていて、柴田雄介としての本心を隠しながら私と生きていました。ネットパフォーマンスをしている人なら多少理解できるかと思いますが、芝優は特に芝優というキャラクターと本心の間にかなりのズレが生じていたんだと思います。クイズミリオンエアが投稿された時の東海オンエア的な意見としては、メンバーにも嫁にもいい顔をしているから制裁としてやったということでしたが、そんなひどい話があるかと私は本当に彼らの正気を疑いました。人間ではないただのネットで弱い者いじめをする集団だと認識しました。あの動画が投稿される寸前まで私と芝優は全力で本人たちやウームにも直接掛け合い、投稿してほしくないと泣きながら訴えましたが、それが通ることはありませんでした。友達の願いを聞いてくれなかった東海オンエアの罪は本当に重いと思います。それなのに芝優が脱退寸前になった時も、あくまでも芝優以外のメンバーは許す側であり、自分たちには一切非がないといった態度でヘドが出そうでした。今思い出しても許せないです。しかもその動画の撮影されると決まった時、メンバーたちはこれで芝何チャンネルが潰せるやんと言いながら、とても楽しそうだったと現場にいた後輩が教えてくれました。こんな当時のことを今でも鮮明に説明できる自分は相当このことを恨んでいると思います。やっぱりいじめはやった側はあんまり覚えてなくて、やられた側は強く心に残るんですよね。彼ら主に徹夜は内心で芝何チャンネルにも嫉妬していて、目の上のたんこぶだったのだろうなと思います。そしてウー君はどちらのことも傷つけたくなくて強く言えない性格で、どんどん自分が殺されていったように見えます。そして芝優は脱退を免れ、そこから芝何チャンネルへの活動を制限して、東海オンエアには迷惑をかけまいとしてきました。私も子育てが忙しくなってきていたので、ちょうど良いバランスで行えていたと思います。そして芝優は毎週品川と岡崎を行き来して大変な思いをしていました。私も子育てにおけるストレスもあり、夫をいたわりきれていない部分もありましたが、喧嘩と仲直りを繰り返しながらなんだかんだうまくやっていました。私は喧嘩をすると口が悪すぎて、ウー君をたびたび傷つけることがたくさんありました。そこは深く反省しています。本人にも謝罪はその都度していますが、蓄積のダメージは大きかったと思います。30歳の誕生日にプロポーズで婚約指輪をもらった時に、もっとウー君に対して女らしく言おうという心になり、そこから口の悪さを少しずつ直す努力をしています。今までのことも踏まえ、私は東海オンエアの地に住むなど絶対にしたくなかったし、安心できる場所で私らしく子育てをするためにも東京に住むことを芝優に強く訴え、理解をしてもらい、芝優は基本岡崎、私は基本東京に住みながら週末を一緒に過ごす形で安定していました。その生活が数年続きました。そんな中、今年の5月頃にウー君がパニック障害を発症しました。大きな発端となったのは、徹夜明けの芝優を寝かせないといった旨の動画です。
このような内容の動画は東海オンエアであればザラにあることでしたが、要は芝優の精神が限界を迎えていたということだと思います。その時、私はメンバー全員と LINE グループを作り連携を取り合っていました。彼らに心のどこかで恨みを持ちながらも本気で東海オンエアの活動を応援していたので、絶対に10周年まではせめてお願いだから保ってほしい、そう強く思い、他のメンバーも同じようなことにならないように伝え、メンバーからもきちんと感謝の言葉を受け取っていました。この時も徹也はグループ内にはいたものの、あや何に対しては終始無言でした。みんなで連携を取って芝優が潰れないように活動をサポートしていましたが、私はこの辺りから芝優の私生活での態度の異常さを感じ取るようになっていました。室内でもサングラスを欠かさずつけていたり、車や部屋で音楽を聴く時の音量も異常なまでに大きく、私から少しの生活態度の指摘も過剰に嫌がるようになりました。あんなに優しかった芝優が、お店の店員さんやタクシーの運転手さんに高圧的な態度を取ったりするようにもなりました。とても心配していました。芝優の後輩であるタクとタクティスと共に連携を取り合いながら日々芝優のサポートに徹していましたが、改善することはありませんでした。そして私の心も疲弊し、先が遠く見えて、これがいつまで続くのか悲しく暗い気持ちにたびたびなっていました。そしてようやく迎えた10周年の次の日、徹夜から来た LINE によって今までの全てがどうでもよくなりました。私も限界でした。こんなに尽くしてきたのになんでだよ、じゃあもう全て捨ててやる、そう本気で思いました。この時私が離婚という言葉をとっさに口走ったことは少し後悔していますが、ですがそこまで私も追い詰められていたのも事実でした。これが今までの私からの見解です。今現時点で私の決意表明をきっかけに芝優も本気で爆発してしまいました。今はもう命に関わることだと思い必死で動いています。私は東海オンエアとあやなんなんて本当にもう心底どうでもよいし、脱退とか離婚とか結末がどうなるかよりも、柴田雄介という人間が二度と正気を取り戻せなくなることが何よりも恐ろしいと思っています。だから今から自分にできることを全力でやります。これでも7年間全力でウー君とぶつかり合ってきた私です。解決法を知ってます。成功するかはわからない、私の精神ももうギリギリだし、どこまで持つかもわからないけど、今はやれることをやる、それが私の責任だと思っています。ならこうしなきゃよかったのにとか後悔してももう仕方がない。それぞれがパンパンの精神状態の中戦っていたんだから、私は自分の子供たちと夫婦のことだけ考えて動きますと投稿しました。いかがでしたか。本日は芝優が精神崩壊した原因と病院に搬送された件について紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。